字、数字の入力について説明していきます。よろしくお願いします。まず簡単に Excel について説明していきます。Excel を起動しましたら、このような画面が出ると思いますけれども、こちらが Excel の基本、フォーマット画面になります。Excel は、こちらの列と横の行で構成されています。で、こちらの2つが交差する場所、四角い部分があると思うんですけれども、こちらは、セルと言います。よく Excel のコマンドに、セル、と単語があると思いますので、こちらの、この四角い部分がセルということは覚えておいてください。で、早速ですけれども、セルでの文字、数字の入力について説明していきます。やり方なんですけれども、2パターンあります。1つ目のパターンが、入力したいセルにマウスを置きまして、ダブルクリックをすると、文字が入力できるモードになりますので、そうしましたら文字を入力していきます。こういった形で文字が入力できます。で、2つ目のパターンですけれども、こちらは大して変わりはしないんですが、入力したいセルを1回クリックしまして、そのまま文字を入力します。すると、簡単に文字が入力できます。こういった形で、こちらのセルですね、に文字、数字を入力することが可能になります。ではここから応用編に入ります。入力した文字、数字をそれぞれ、印象を変えることができます。というのも、コマンド、先ほど申し上げましたコマンドを使います。そちらがこちらの部分になりますね。どういったコマンドかと言いますと、太字、車体、下線、文字の色、文字を大きくする、小さくする、主に使うのは、こちらの、6種類のコマンドですかね、になります。では実際に使ってみます。太くする、車体、下線、文字の色を変える、文字を大きくする、小さくするという形になります。それぞれのコマンドを使いましたら、右の、Excel の文字、左の Excel の文字見たら分かります通り、非常に印象が違くなります。こうした中で、資料作りですとかに役立つ部分、コマンドだと思いますので、どうぞ余裕がありましたら覚えておいてください。今回の動画は以上となります。ありがとうございました。